こんにちは、ショーチャンネルのふこママです。このチャンネルでは自閉症の息子の幼児期から成人までの療育実践記録を発信していきます。今回は息子に使ったスケジュール表の紹介と使ってみた結果をお話しします。息子の生活にスケジュール表を取り入れたのは、彼が小学校1年生、7歳の頃でした。就学前の5、6歳頃は、直前に〇〇するよ、〇〇行くよと伝えるくらいのことはしていたんですが、彼が理解していたかどうかは不明です。そんな彼にきちんと予定を知らせることが必要だと、療育センターでアドバイスされ、すぐに取り入れたんです。7歳になったばかりの息子の言語力は、日常生活に関係ある限られた単語くらいで、発語は2語文といったところでした。ひらがなは読めるようになっていたんですが、文字と文字の意味はつながっていませんでした。その程度の理解力しかない息子に作るスケジュール表は結構悩みました。文字の意味を理解していなかった息子のスケジュール表のスタートは、絵入りの文字にしてみたのですが、逆に絵で表現するのが難しかったんですよね。なので思い切って文字だけにしました。文字と行動が結びつけば OK なので、文字の意味がわからなくても文字をマークとして認識させることにしたんです。息子のスケジュール表は時間や行動など状況によって複数作りました。大まかに分けると3種類あります。日常生活のスケジュール表、課題学習をする時のスケジュール表、家事手伝いの当番表です。日常生活のスケジュール表は期間別でさらに3種類ありました。1日のスケジュール表、1週間のスケジュール表、1ヶ月のスケジュール表です。まず1日のスケジュール表から始めました。1日の生活のスケジュール表は、布に透明のテーブルクロスを縫い付けて作ったカード式の壁掛けスケジュールです。こんな感じで手作りしました。透明のテーブルクロスを縫い付けて作っています。壁掛け時計の真下の壁に吊り下げて、名刺サイズのカードを差し込んで使っていました。まずは顔を洗う、着替える、歯を磨く、朝食、トイレ、風呂など。毎日繰り返す日常習慣をカードにしてスケジュール化することから始めました。朝起きてから登校までの予定カードを前日の夜、私が入れておきます。彼は朝起きるとカードを確認して朝の支度をします。終わったらカードを裏返しにしていくので、次にやることが視覚的に確認できます。彼が下校するまでに帰宅してから就寝するまでの予定カードを入れておきます。彼は帰宅したらカードを確認しながら行動します。このスケジュール表は、生活習慣が身につきにくかった小学校1、2年生くらいの頃に使っていました。日常習慣は必ずすることなので、スケジュール表のルールを理解させる訓練にもなったと思います。スケジュール表を見なくても確実にできるようになったら、この壁掛けスケジュール表は使わなくなりました。スケジュール表を取り入れてみて分かったことは、息子は先の予定が分かっていると不安が軽減して行動が整うということです。彼が先の予定をとても気にしていたことが分かったんです。小学校1、2年生の頃は、登下校に付き添っていたんですが、通学路を歩いて帰りながら帰宅してからの行動予定を何度も復唱していました。
帰って着替えて洗濯たたんでご飯食べてお風呂入って寝て起きてと、3日分くらいの予定を復唱して確認することで落ち着けたようでした。2つ目の1週間のスケジュール表は夏休みなどの長期休暇の時に使っていました。彼と相談しながら1週間ごとに手書きで予定を入れていました。1週間のスケジュール表はこんな感じです。小学校4年生頃から小学生時代に使っていました。息子は学校が休みだけれど自営業だったので私は仕事をしていたので、彼に付き合える時間を作り出すためにどちらかというと私に必要だったスケジュール表です。学校へ行っている期間は学校からもらって帰る週間時間割表があったので、1週間のスケジュール表は使ってなかったです。3つ目の1ヶ月のスケジュール表はお出かけや行事などをカレンダーに書き込んでいました。新聞に織り込まれているカレンダーを利用して大まかな予定を彼自身に書き込ませていました。この1ヶ月の予定表は机の前に貼っていつも確認していて、毎晩日記を書くときにスタンプを押していました。小学校1年生から高校卒業まで使っていたと思います。カレンダーを利用したことで曜日や月も覚えられました。この3種類の日常生活のスケジュール表は彼の成長や状況に合わせて活躍してくれました。課題学習をするときのスケジュール表は家庭での個別学習のときに使っていました。段ボールの空き箱で作っています。分厚い段ボールを左端に2枚重ねてホッチキスで留めてカードハサミにしています。カードは幅3センチ、長さ8センチくらいの大きさで、白くて少ししっかりした厚紙の空き箱を利用してカードを作っていました。こうしておくと今日やる勉強が何なのか一目でわかります。上から順にしていって終わったものからカードを抜いていきます。カードが全部なくなったら勉強は終わりです。この学習予定表で今日やる学習がわかることと始めと終わりがわかっていることで、彼は先の見通しができるので抵抗なく学習に取り組めました。終わった学習カードを抜くのは彼です。早く全部のカードを抜いて終わりにしたいので学習に集中できるようになっていきました。家事手伝いの当番表は息子が小学校5、6年生頃に使っていました。家事手伝いの当番表は2人の姉たちのもあって3枚並べて壁に貼っていました。ちゃんとやったら自分で丸印をつけます。月が終わったらこのスケジュール表で封筒を作って、お手伝いの回数に応じて計算したお給料が子どもたちのお小遣いになります。普通は家事手伝いは無償のものだと思いますけど、仕事した対価としてお給料がもらえることを家庭内でもやっていました。以上が息子の家庭療育で使っていたスケジュール表です。スケジュール表をうまく活用するために絶対に守るルールが2つあります。スケジュールしたことは必ず実行すること、予定変更を入れて崩していくことです。予定は守る、予定は守られることが分かればスケジュール表に従って行動できるようになります。スケジュールのルールを理解するまではできるかできないか定かでないことは予定には入れないことがポイントです。スケジュール表のルールを理解して
行動できるようになったら、本人も家族も楽になるので、この状態をずっと続けた方が良いと思いますよね。でもそうじゃないんです。予定は変更になったり、中止になったりしますよね。その経験を積んでおかないと、予定通りに進まない時の不安が大きく、パニックになってしまうんです。スケジュール表で行動できるようになったら、予定変更を入れて崩していくことも必要なんです。こうしてスケジュール表を取り入れたことで、いつ何をすればよいのか息子に伝えることができました。息子は先の見通しが立ったことで不安が軽減し、行動が落ち着き、指導しやすくなりました。私自身も息子のスケジュール表に合わせて自分の仕事や家事の時間を捻出できました。現在の息子は仕事や趣味の時間の予定を自分で把握しているので、指示しなくても予定通りに行動できています。急な予定変更も問題なく受け入れられるので、本人も家族も生活しやすいです。最後まで視聴してくださってありがとうございました。幼児期から成人するまでの自閉症の息子の療育実践記録を発信していきますので、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。